こんにちは、かいこーじです。今日はですね、こちらインスタ360エースプロ、前回エースプロのスペックとか外観とかね、詳しく紹介したんですけども、ちょっと時間がなくて実際に使えなかったんですけど、今日はですね、いろんな使い方をしていきたいと思います。エースプロはですね、まあ、特徴で言うとライカと共同したアクションカメラということで、タフに使えて堅牢性も高いんですけど、高機能です。 8K24 フレームまで撮れたり、 4K120fps のスローモーションが撮れたり、まあ、ちょっとね、10ビット撮影はできないんですけど、 4K30fps で HDR 動画が撮れたり、センサーサイズが 1.3 分の1インチセンサーということで、1インチに迫る大きなセンサーを積んでいて、暗所にも強いし、なんといってもね、このフリップアップするタッチスクリーンがね、かなり見やすくて、 Vlog にも使いやすいアクションカメラになってます。でね、このタリーライトがすごく見やすかったり、本体だけで IPX8 防水 10m であったりとかね、まあ結構ね、高機能なんですけど、まあその辺のね、細かいスペックとかできることは前回の動画ね、参考にしてもらいたいんですけど、今日やっていくのはですね、画質音質がどうなのかというのと、各画角を比べてどんな風に撮影できるのかとか、ブレ補正のテストもするし、クラリティズームって言ってね、48メガピクセルセンサーを活かした画質劣化の少ないズームを試したり、 4K120fps のスローとか、 4K30fps の HDR 撮影がどんな感じでね、できるのかとか、まあ、そういったところをね、実際使っていってみたいと思います。早速ね、使っていきましょう。さあ、じゃあ実際に、ね、使っていってみたいと思うんですけど、今室内で三脚に置いて使ってますけども、ちなみに 4K60fps で撮ってますが、まずはね、画角ですよ。画角は今デワープというね、画角を設定しています。デワープっていうのは周辺の歪みが少なくて、どうしてもね、アクションカムだと周辺がこう魚眼レンズみたいに歪んでしまうことが多いと思うんですけど、それを極力抑えた撮影方法になっていて、これはね、 Vlog とかにも結構向いてると思います。画角はこのデワープの他にウルトラアクションとあるんですけど、アクションが一番広いね、画角になってます。じゃあですね、ここからウルトラアクションと切り替えていきたいと思います。せーの、ほい。これがウルトラの画角です。画角がね、結構広くなったと思います。ただやっぱり周辺がちょっとね、こうやってね、歪んでますよね。これは外で撮るとあんまりわからないんですけど、まあ、ビルとか垂直に立つ建物があると、こうやってね、わかりますね。はい。じゃあ続いてアクションに切り替えます。せーの、はい。これがアクションの画角。この左右の広がりはさっきのウルトラとまあほぼ変わんないっていうか、同じぐらいなんですけど、上下がね、広くなりましたね。はい。ゴブロでいうところのスーパービューですよね。センサーの全体を使って広く撮れるのがアクションの画角になってます。まあその名の通り、激しいアクションをするシーンとか、まあ、バイクに乗ってとか、自転車に乗ってとか、そういったシーンとか、サーフィンとかね、スノーボードとか、そういうので使ってもいいと思いますし、画角がね、広くなることによって、まあ、もともとね、優秀なフローステートというブレ補正がありますけど、それも後で試しますが、広角になるほど手ブレが気にならなくなりますし、大きな画角で撮れるっていうことで、すごい広大なね、山を撮るとか、海辺のシーンとか、そういったのが迫力ある画角で撮れます。じゃあ一旦画角をデワープに戻して、もう一個ね、試したい画角があるんですけど、これは画角というよりかは機能の話で、水平維持っていうモードがあります。エースプロには360度水平維持っていうね、歌い文句もあるんですけど、それはあくまでアプリで編集して後から360度水平にするっていう機能で、本体でできる水平維持っていうのは360度じゃなくて、多少の傾きがあっても水平を維持してくれるっていうモードになります。じゃあそれの画角に切り替えて、実際にちょっとね、斜めにしてみましょう。はい、これが水平維持のモードです。デワープよりもかなりね、画角が狭くなったと思います。で、これを持って揺らしますね。うん、どうかな、10度15度ぐらい行っても全然大丈夫だけど、20度とかそれぐらいまで行くと水平維持はできないですね。ある程度の傾きだったら全然水平は維持してくれますね。これぐらいになっちゃうと、はい、傾いちゃいますね。さあ、じゃあ実際に外で使っていってみましょう。今ですね、画角がアクション一番広い画角で、手ブレ補正が一番強い設定になってます。4K60fps で撮影していますけども、今ね、我が家が映ってますが、さっきね、やらなかったんですけど、実は手ブレ補正、強、中、低とあって、その3つでは画角は変わりませんが、オフにするとさらに画角が広がるので、そちらご覧いただきましょう。こっから手ブレ補正をオフ。はい、ドーンとね、画角が広がったのがわかると思います。まあ、手ブレ補正オフにして使うと、当然ちょっとでも揺らせば、
ブレを吸収してくれないんですけど、ドカーンとね、めちゃくちゃ広く撮りたいとか、あとは三脚で固定して置いて使う、撮影するなんていう時は、すごい広い画角が必要な場合は、手ブレ補正をオフにしてもいいかもしれませんね。しかも、まあ、ちょっとね、オフのまま歩いてみますけど、手ブレ補正がオフでも、実はね、これだけ画角が広いとそんなにブレは感じないんじゃないかなと思います。今普通にスタスタ歩いてますけど、まあ画角が広いとそもそもブレはあんま気にならないんですよね。はい、じゃあここからですね、手ブレ補正を強にして使っていってみたいと思います。はい、今ですね、手ブレ補正強で画角デワープで使ってます。デワープでもね、かなり広いですよ。おっとっと、転びそうになった。転びそうになっても手ブレ補正フローステート強力なんで、全然ね、画面はブレてないと思いますけど、はい、外でね撮るんだったらあんまり歪み歪みは気にならないと思うんで、まああえてデワープにする必要はないかもしれないんですけど、うん、Vlog で使うにしてもこれぐらいの画角で十分かなっていう感じしますね。いやー、天気いいですね。はい、これが今自撮りで撮ってる感じなんですけど、音声とか画質とかどうでしょうか。今ちょうどですね、結構日陰に入って、でも太陽はさんさんと照っているので、結構コントラストが強い映像だと思うんですけど、暗部と明るいところと、どうでしょうかね。今 4K60fps で撮ってるんですが、 HDR 撮影は 4K30fps でできるので、この辺りちょうどですね、明るいところと暗いところが混在しているので、 4K30fps にして HDR 撮影してみましょう。まずは通常の4K60fps での映像、こんな感じになります。 HDR 撮影切り替えてみましょう。 4K30fps HDR がオンになりました。映像の感じどうでしょうか。 HDR 撮影はですね、まあ、夕方夕日がね眩しいシーンとかだと結構効果を発揮しそうですけど、こういう自然の中の木漏れ日があるような明暗さがあるシーンではいかがでしょうか。もう一回 60fps に切り替えて HDR をオフにしてみましょう。今 4K60fps で HDR がオフになりました。どうでしょうかね。まあ画質画像はかなり綺麗だと思うんですけど、特に明るいところの白つぶれとか、まあ、ここそんなに暗いところがないんで黒つぶれするようなところはないんですけど、そういったところに差があるかな、ないかな、ちょっと日中だと分かりづらいかもしれませんが、今 HDR と、そうでない普通の撮影とで比較してみました。じゃあこのままねちょっと走ってみましょうか。今画角デワープ一番ね設定できるので狭いやつになってるんで、おお走ってますけどまあ全然ブレないですよね。もうね、日中の手ブレ補正は今デワープにしてますけど、ウルトラにしたってアクションにしたって完全に完璧に手ブレ補正を抑えてくれるので問題ないと思います。やっぱりね、手ブレ補正だとフローステート電子手ブレ補正になるので、夜間ね、どうしてもシャッタースピードが遅くなった時の光源のブレっていうのがね気になるので、それについては夜になったらピュアビデオというモードがありますんで、それで試してみたいと思います。夜間の撮影性能を試す前にですね、 AI を使ったスターラプス、AI ワープなんかを使っていってみましょう。これがスターラプス、星が動く様子を撮影したいって人はこういうスターラプスを楽しむのもいいんじゃないでしょうか。そして、AI ワープ、これは撮影した映像をもとに AI で画像生成して動画を作るっていうような、ちょっとね一風変わった表現の映像になります。はい、夜になりましたね。もうこの辺りかなり暗いです。今画角がデワープで、モードがピュアビデオモードになってますね。暗所とか夜間で、暗い時に使うようなモードですけど、この辺は照明が結構明るいんで綺麗に撮れてるんじゃないかなと思いますけど、はい、自分の方にもね向けてみましょうか。この状態で、この状態でもここ結構明るいから、あえてここをピュアビデオにしなくても、まあ、大丈夫そうといえば大丈夫そうですね。もうちょっと暗いところに行ってみましょうね。こっちが暗くていい感じですね。ここでピュアビデオと普通のビデオと比較しましょうか。普通のモードに切り替えます。はい、これが普通のモードですね。これぐらい明るければそんなに違いはわからないかもしれませんけど、ちょっとあえてこういう暗いところを映してみましょうか。ここを
結構暗いですけど、今モニターで映ってる感じは肉眼よりちょっと明るく映ってるかなっていう感じですかね。うん、やっぱりノイズはザラザラしてる感じ。ここでピュアビデオに切り替えます。はい、これがピュアビデオの映像ですけど、さっきよりかは明るく映ってるような気がする、モニター上では。ただこのモニターで見えてるのがもうちょっと綺麗になる可能性はありますね。モニターで見てる限りだと通常のね 4K60fps で撮れる映像よりも、むしろこのモニターで見る感じはノイズが結構出てるような感じに見えます。ちょっと明るいシーンを見ても空の黒い部分とかは結構ノイズが出てる感じしますね。はい、これが通常の録画モード 4K60fps、 ピュアモードじゃないモードで撮ってますけど、モニター見る限りではこっちの方がノイズはね少なく見えますけど、出力された、まあ、ファイルになったね収録された動画はどうなっているのかっていうところですよね。はい、じゃあ今ピュアビデオモードじゃないんですけど、この状態でちょっとしっかり走ったり、こうやって派手に揺らしたりしてモーションブラー出るかどうかとかちょっとね見ていきましょうか。ちょっと走ろうかな。じゃあピュアビデオモードに切り替えて、はい、切り替えました。また走っていきましょう。お、危ねえ、転びそうになった。光源のブレとかいかがでしょうか。やっぱりピュアビデオモードの方がすごい暗いシーンだと明るくは撮れてるみたいで、モニターを確認する限りは結構ノイズが走ってて、無理やり ISO を上げて暗いところ撮ってるっていうような映像に見えてますけど、どうなんでしょうね。うん、こことかめっちゃ暗いです。なので肉眼よりも相当モニターは明るく見えてますけど、ここで通常の、動画に切り替えましょうね。おー、結構暗いですね。はい、というわけでこれがですねインスタ360Aceプロの夜間の低照度での性能になりますけども、いかがでしたでしょうか。もう一回だけピュアビデオに切り替えます。うん、 Vlog で使うんだったら、まあこれどれぐらい AI 処理してノイジーな感じがなくなっているのかっていうのをちょっとね確かめる必要はありますけど、まあ明るく撮れるので基本的にはやっぱり暗所ではピュアビデオモードを使えばいいのかなっていう感じはしますね。じゃあ戻りましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですねインスタ360の Vlog で使いやすいこちらのアクションカメラ、まあ、Vlog だけじゃなくてねタフな使用シーンでかなりね活躍できそうな堅牢さも備えた Ace Pro ご紹介しました。またこういったワクワクするようなガジェットとかドローンの動画作っていきますので、今後も一緒に楽しんでいただけるという方はぜひチャンネル登録お願いします。さよなら。